はい、今回はですね、異常心理スリラーの系譜というお話をしてみたいと思います。ということでですね、1960年代から70年代にかけてのですね、映画を中心にお話ししたいと思います。で、最後ですね、ダリオ・アルジェントの方向にこう結びつけていきたいと思うんですけれども、ダリオ・アルジェントの映画というのはですね、どちらかというとこう、スリラー、特に心理的な描写ですよね、犯人の、動機というものがどういうところかというと、幼年期のトラウマであるとかですね、そんなところが多いんですけれども、この辺の流れですね、ダリオ・アルジェントのこう、フィルモグラフィーにですね、どのようにですね、こういった異常心理スリラーの流れがですね、影響を与えてきたかというところをですね、今回中心にお話ししてみたいと思います。ということでですね、イタリアというよりもどちらかというとアメリカだったりイギリスだったりするお話ですね、そういったものがイタリアのですね、ジャロの方に影響を及ぼしてと。いるというふうに考えていただければいいかなと思います。ということでですね、いくつかですね、お話をしていきたいんですけども、例えばこのアルフレッド・ヒッチコックの作品であるとかですね、地方数カメラであるとかですね、その辺の話がやっぱり中心になってきますけれども、ヒッチコックの影響ですよね、イタリアのヒッチコックと呼ばれたですね、ダリオ・アルジェントというのは、過去の作品からですね、いかなる影響を与えられているのかというところをですね、解明していきたいと思います。ということでですね、異常心理スリラーと言いますかね、要するに普通の人間がですね、ある裏面と言いますかね、内面はこうすごくね、凶暴なものを持っているというような話ですよね。したがってこう、モンスターだとかね、フランケンシュタインだとか、狼男だとかですね、ドラクラとかですね、もともともう見るからにして悪いというようなことではなくてですね、日常生活ではですね、ごく普通なんですよね。しかしですね、その実態はこうね、やっぱり凶暴なこう殺人鬼であったら、あるとかですね、そんなようなところがですね、この異常心理スリラーの怖いところなんですよね。で、まさしくですね、そういったダリオ・アルジェントもですね、映画についてもですね、日頃は普通なんですよね。ただしですね、裏を返せばものすごくね、殺人を犯していく、冷血な、殺人鬼であると。そういう設定というのがダリオ・アルジェントの映画に非常に多いわけですけれども、この辺の流れってどういうところから出てきたかということでですね、まずですね、精神分析のね、映画というものがたくさん作られていた時代の時のところのですね、お話をしていきたいと思います。ということで、戦後ですよね、1941年のね、第二次世界大戦以降ですよね、戦後ということで、米国においてですね、精神分析というものがもうかなりね、発達してきてですね、要するに今までなんていうんですかね、いわゆるこう、精神病というのがね、治らないと言いますから、そういうものではなくてですね、こうきちっとね、科学的にこう実証といいますか、科学的な、医学の対象ということになっていて、治療だったりね、分析をしていくということで、人間の内面ですね、特に心理学の世界というものがこうすごく発展してきたということで、そういった内容をですね、映画の方に、導入していこうということがね、やはりこう、映画の世界というのは行われていくわけですよね。ということで、戦後、米国における精神分析のというものが流行していくということですよ。日本でもですね、こうなんかこう性格判断だとかね、そんなものでなんかね、人の心を占うだとかね、メンタリストなんて言いますよね。ですのでね、決してね、今の世界においてもですね、精神分析だとかね、性格判断だとかね、心理的なところ、心理学だとかね、そういったものってこう世の中でもですね、結構こうすごくね、好奇と言いますかね、すごく話題と言いますか、そういう対象になっていくわけなんですけれども、そういったものをやっぱり背景にですね、映画がね、作られていくということになります。その代表ということでですね、例えばこうヒッチコックなんかもそうなんですけども、例えばこの一例挙げていけばですね、白い恐怖という作品がありますよね。1945年の作品、アルフレッド・ヒッチコックの監督作品で、アメリカだと1945年の12月28日に公開されてですね、日本だと少し遅れたんですけれども、1951年の11月2日に公開されたというような作品ですね。こちらはですね、イングリッド・バーグマンとグレゴリー・ペックがこう主演しているね、話なんですけども、2人とも、精神科医というようなね、ことですね。厳密に言うと、イングリッド・バーグマンはこう女医でですね、精神科のね、博士なわけですけども、グレゴリー・ペックは、最初はですね、こう、病院長ということで赴任するんですけども、実際はそうではなかったということで、彼は一体誰なんだというところからですね、話が始まるということでですね、記憶喪失が題材ということになりますよね。このグレゴリー・ペックというのはですね、この白い恐怖というだけですね、なんかこう、縞模様って言いますかね、こう服についた縞模様だとかですね、テーブルクロスにね、こう、なんかこう、縞模様をやるとすごく気分が悪くなるというですね、縞模様を見ると気分が悪くなるというのがですね、この、白い恐怖の枷ですよね、ということになります。だからそれを見るとね、なんかこう、すごくおかしくなって、精神的に気分が悪くなってしまって、何がね、その白い模様というのは一体何が
原因なのかというところもね、この話の展開のところですごい面白いところなんですけれども、まあ、イングリッド・バーグマンとね、グレゴリー・ペックですから、まあ、美男美女ですよね。ということで、まあ、美男美女がこう出会ってですね、そこでこうね、女医さんとこう、一見するとですね、こうちょっと、殺人犯に間違われる男ということでしょうけどね。もうやっぱり恋に落ちるわけですよね。やっぱりこれ、ね、美男美女っていうのはこう映画ですごくいいのはね、こう、見つめ合っただけでね、もう、その次のシーンでこう、キスをしたりね、抱擁してもですね、全然違和感ないんですよね。だからね、こう、やっぱりこう、ルックスがいいっていうのはすごく重要ですね。まあ一瞬にして恋に落ちてしまうと。そしてね、一瞬にしてこう恋愛に陥って逃げていくというかね。まあそのところから言うと、こう、イングリッド・バーグマン、グレゴリー・ペックってね、まあやっぱり美男美女っていうのはこうね、映画でこう重宝されるっていうのは分かりますよね。いうことで、まあ、すごくね、役者としてもね、すごくね、いい感じなんですけども、まあ、そんな流れでですね、白い恐怖というのがあって、まあ、この映画の見どころの一つとしてはですね、幻想シーンというかね、湯があるんですね。こう、グレゴリー・ペックがね、こう、見ていく幻想といいますかね、こう夢の中でこう、回想といいますか、そういったシーンの中でですね、こう、まあ、目が出てくるとかですね、こう、摩訶不思議な世界観を表すね、ビジュアルが出てくるわけです。これはですね、画家のサルバドール・ダリですね、がこう、デザインをやってるということで、まあ、これがこう、一つ話題なんですけれども、まあ、この1945年でですね、本当にシュールレアリズムといいますかね、こう、ダリのね、世界観をね、こう映像に表したようなね、部分が出てきますので、まあ、ここは本当にね、すごく見ものの一つですよね。ということになります。で、まあ、白い恐怖というものが、これは記憶喪失ということで、まあ、これをね、精神分析によってこう過去をね、こう記憶をこう取り寄せ、手繰り寄せていってですね、まあ、あの時そうだったんだというような形でこう過去をね、こう掘り起こしていくというようなね、形の映画というのがこの白い恐怖ということで、まあ、本当にこれが一つですね、異常心理スリラーといいますか、まあ、スリラーっていう、まあ、異常心理っていうのは、異常心理とまでは言えないんですけど、まあ、精神分析を使った映画のね、走りではないかなということになりますよね。はい。これがですね、一本ですけど、もう一本ですね、この異常心理といいますか、こう、心理分析をね、使った映画をもう一本ご紹介したいんですけども、こちらはですね、蛇の穴というね、作品です。この蛇の穴というのは1948年の作品で、まあ、アメリカだと1948年の11月4日公開。日本だとですね、1950年の3月7日公開というね、作品なんですけども、まあ、これはもこちらもモノクロの話なんですけども、アナトール、リトバク監督作品ということで、まあ、こちらも記憶喪失をね、題材にした映画なんですよね。ということでですね、まあ、これは原作といいますかね、こう実話を元にした、まあ、ベストセラー小説といいますか、ね、ベストセラーの、まあ、文学作品をですね、映画化、それをモチーフにして映画化した作品で、まあ、精神病院の、ね、中のドラマということですね。ですのでね、まあ、主人公の女性がですね、やはりこう精神病院にこう、いる中でですね、まあいろいろとこうね、過去をね、こうせ記憶喪失になっていくわけですけども、彼女のね、記憶を手繰り寄せていくとかですね、まあ子供の時に何があったのかということをこう、克明なですね、精神分析によってですね、こう、過去にこういったいきさつがあって、まあ現在にね、こう精神疾患があるというような流れでこう、読み取っていくということですよね。そういうような流れなんですけども、この中でですね、こう、なんかこう、ある精神科のね、医者にこう、恋愛感情を抱いてしまって、そこをですね、ある、看護師によってですね、こう、特別病棟にこう、入れられてしまうとね、それをこう、ちょっとな、嫉妬したですね、看護師さんによってですね、こう、要するにこう、なんですかね、精神病院の中でもですね、特にこうね、重症な患者を、こう、ある程度こう、囲っておくっていうかね、そんなような場所にこう、入れられるというね、いうような形です。で、蛇の穴というのはまさにその場所なんですよね。この要するにこう、蛇の穴といいますか、こう、すごくね、重度の精神疾患を持った患者さんをこう、ある意味ね、こう、監禁しておくような場所をこう、蛇の穴というような形で呼んでるということですよね。で、そこのシーンがかなりね、まあ、ちょっと内容についてはですね、見ていただければすごくね、面白いと思いますけれども、特別病室というのがね、やっぱりこう、主人公のね、こう閉じ込められていく、こう、病棟があるわけですけども、そこがですね、こう俯瞰ショットでですね、こう要するにこう主人公がいてですね、その周りにこう要するにね、こう、精神病の患者さんがたくさんいるわけですよね。で、そこをですね、こうガーッとこうね、カメラがこう俯瞰ショットでですね、上に上がっていくというシーンがあるんですね。で、そうするとですね、まあ、彼女がいる周りにですね、ものすごくね、こう何人もですね、精神疾患を持った患者さんがこう
グラグラっとたくさんいてですね、わーって感じになっていくというね、こう圧巻なシーンがねあるわけです。でそれがですね、まさしく蛇の穴みたいな形で映し出されるというカットがあるんですけれども、これがですね、面白いのはですね、まあ殺しのドレスというね、ブライアン・デ・パルマの監督の作品がありましたけども、あちらもですね、まあ、二重人格の話ですよね、ということで、まあ、そこのところでですね、ラストシーン近くにですね、このある殺人鬼がですね、収容された後でですね、ある病棟ですよね、まあ、いわゆる精神病院かというふうに見えますけども、精神病院の中でですね、こうね、ベッドに寝ていてですね、そこからこう俯瞰でこうずっとカメラが引いていくとですね、こう周りにですね、こう精神病の患者さんがたくさんいて、まあ、そこでね、なんかこうガヤ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 やってるシーンがあるのをね、覚えていらっしゃるかもしれませんけど、まさしくですね、この蛇の穴のこのね、俯瞰ショットというのは、まあ、それに近いと言いますかね、もしかするとね、このデパルマは、まあ、こういったシーンをですね、参考にして撮ったんではないかなというふうにね、ちょっと予想すること、考えることはできるんですけども、まさしくですね、殺しのドレスのね、だいぶ前にこう1948年の段階でですね、まあ、そういうショットを撮っていたということは、まあ、すごくね、斬新的なね、斬新な話で、こう特に俯瞰ショットですね。まあ、それだけじゃないんですけど、いろんなところがありますけど、すごくね、面白い話ですのでね、ぜひこれ、原点としてますかね、殺しドレスに近いものね、ありますのでね、見ていただければ面白いかなと思います。という形でですね、まあ、要するにこういったね、白い恐怖であったり、蛇の穴であったりということでですね、まあ、人間の深層心理というものをですね、要素にしたサスペンススリラーですね。まあ、これはニューロティック映画とかで、ね、呼ばれてますけれども、まあ、こういったものがですね、こう徐々にですね、1940年代に現れ始めてですね、まあ、60年代ですね、1960年代ぐらいになってくるとですね、まあ、かなりこうね、数々のものが作られていくというようなことになります。ですのでね、1960年代以降ですね、この深層心理、特に深層心理ですね、まあ、普通の人間がこうね、心の奥に秘めているものがこう、いわゆるね、殺人だったら犯罪の動機になっているというね、いうようなものが作り始められるということですね。まあこれは少なからずね、ダリオ・アルジェントの作風劇にもですね、影響を及ぼしているということが言えるかなということになります。で、それのですね、先兵となったものというのは何かというとですね、やっぱりこれ、ヒッチコックの最古なんですよね。こちらが1960年にですね、作られてですね、まあ、それがですね、やっぱりこうサイコという名前だけでサイコロジーのサイコですよね。ということで、要するに心理学とかね、こう人間の二重性だったり二重人格というものをですね、テーマにした作品というものがですね、まあ、こちら以降ですね、まあ、いくつか作られていくと、まあ、かなり急増していくと、まあ、かなりね、増加していくということになります。で、サイコについてはですね、あまりこうね、説明不要と言いますかですね、もう、ね、有名な映画ですからね、あまりこうお話ししなくてもいいのかなと思いますけど、まあ、ロバート・ブロックのね、小説が原作でですね、まあ、そちらをですね、ヒッチコックがね、監督した作品ということになりますよね。で、ジョセフ・ステファノが脚本を書いているということで、まあ、こちらの、まあ、かなり有名な、ね、作品で、まあ、続編がですね、83年、86年、そして、テレビムービーですけど、90年に作られているということで、まあ、続編はまあ、あまりね、有名にはなってないんですけど、やっぱりこう、原体験といいますかね、大元のね、最古というのは、やっぱりこう、ホラー映画のね、金字塔ではないかなというふうに言われますよね。で、まあ、どういう話かというとね、一応ちょっと簡単におさらいしておきたいと思いますけれども、まあ、まあ、ある女性ですよね。ある女性が横領して、まあ、4万ドルですね。4万ドルのお金を横領して、まあ、恋人のサムというね、恋人のところに向かっていくというね、マリオンという女性がいるわけですよね。まあ、彼女がですね、こう、車でね、逃げていくんですけど、途中でこう、モーテルに泊まるわけですよね。ベイツモーテルというところで、泊まっていてですね、まあ、部屋の中でですね、シャワーを浴びているんですけれども、シャワーを浴びているとですね、そこでまあ、有名なシャワールームの殺人シーンですよね。こうね、ナイフでね、刺殺されるわけですよね。で、そこが急にね、要するに、主人公と思われてた人物が途中で殺されているというところが起きて破りでこうびっくりするという話なんですよね。で、まあ、その後でですね、モーテルを調べに来るのが、私立探偵ですよね。私立探偵、サムというね、私立探偵が調べに来たりですね、このマリオンというね、いわゆる横領犯のですね、妹さんですね、妹さんがこうね、調べに来てですね、こう、ベイツモーテルを探ってくるというところで、まあ、彼とかね、私立探偵だったり、こう、妹にもですね、まあ、危機が訪れていくというね、そういう二段構成といいますか、前半と後半に分かれたような形の、映画になっているというところがね、ちょっと面白いということですね。最後にどうなるかというと、まあ、犯人はね、こう分かるわけですけども、犯人の基本的には犯人の幼児期のトラウマというものがそのドラマの、
まあ、殺人のね動機になっているということで、まあ、あの母親ですよね、母親とこうねベーツモーテルのこうね管理人って言いますかね、あのがですね、あの二重人格になっているというような話ということで、まあ、それが犯行動機になっているということで、もうこのね2人がねこう二重人格なんですけども、母親の方に同化してしまうというかね、まあ、そういった話ですよね。で音楽がね、あのバーダーのハーマングでこう特にね、あのシャウルードでキャッ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 ってね有名なシーンありますけどね、バーバドハーマンの音楽がやっていったり、まあ、主人公ですね、あのマリオンというのがあのジャネット・リーですよね。まあ、その当時からですね、まあ、かなりこう要するに著名な、ね、女優さんだったので、まあ、女優さんでね、まあ、主役級の女優がこう途中で殺されるっていうのはね、やっぱり掟破りだなということで、こうね、ちょっとびっくりするわけですね。あとはまあこのベーツモーテルの管理人はこうアンソニー・パーキンスですよね。アンソニー・パーキンスが演じているということでですね、まあ、そんなような形の、ね、作品ということで、まあ、これはあのホラー映画の中のね、金字塔、ホラー映画といいますかね、あのサスペンス映画、ホラー映画の中の金字塔であるというふうに言われてますよね。まあ、こんなような作品がこう最古ということになります。で、まあ、ヒッチコックの中ではですね、こういったの精神をね、扱った精神というかね、心のこう二重性といいますかね、脅迫観念みたいなものをですね、打ち出した作品というのが、まあ、いくつかあるわけですけど、例えば、60年の後の、1964年のマーニーという作品がありますよね。あのこちらのティッピー・ヒドレンがね、要するにこうね、まあ、ヒッチコックがね、こう、なんつうかね、ティッピー・ヒドレンにね、こう、恋愛感情を抱いていてですね、まあ、断られたとかなんとかっていろいろありますけど、このマーニーという作品もこれトラウマがテーマになっていてですね、こちらはですね、あのマーニーはこう主人公の女性ですよね、主人公の女性がこれ赤い色を見るとこう怖いと言いますかね、すごく怖いというか、まあ、脅迫観念にとらわれるという作品ですよね。ちょうどですね、白い恐怖がこれね、縞模様を見るとね怖いというかね、こうなんとなくね、気分がおかしくなるということなんですけど、マーニーの場合は赤い色を見るとおかしくなるというかね、そんなような作品になっているということです。まあ、このマーニーについてはね、出来は賛否両論ありますけどね、まあ、なかなかね、面白い作品でも、特に赤ですよね、まあ、カラーを使ってね、赤というね、要するにカラーを使った、まあ、カラー作品だということをね、こう、色をこう強調した作品ということでね、まあ、ダリオ・アルジェントにも通じるところが、まあ、当然ね、あるんではないかなという気がしますけどね、まあ、そんなような形です。ということで、まあ、このようなね、トラウマ、的なテーマというのはヒッチコックもいくつか取ってるということですよね。でこの中でですね、ちょっと面白いところで、まあ、ダリオ・アルジェントのね話にちょっと少し近づけていくためにですね、今回どういう話を、どういう作品をね、まあ、ご紹介しようかと思うんですけども、第三の犯罪という作品があるんですけども、今回ちょっとこちらのお話ししたいと思うんですけど、第三の、犯罪、1961年の作品ですね。こちらのウィリアム・キャッスルというね監督で、まあどちらかというとギミックですよね。ウィリアム・ティングラーとかね、なんか仕掛けといいますかね、ちょっと面白いね仕掛けをするのが好きなね監督でですね、まあこの第三の犯罪の方にもですね、こうなんていうか一種ねこう最後の恐怖シーンが始まる前にですね、ちょっとした仕掛けがあるわけですけどね、まあ、どんな話かというと、こちらはですね、一口で言ってしまうと男の子が欲しかったと、ある父親がいるわけですけど、父親はですね、男の子が欲しかったんですけれども、実際生まれたのはね、女の子だったということで、まあ、この男としてですね、この 女子というかね、女の子をですね、男として育てていくというね、まあ、そういった話なんですね。そうするとですね、まあ、女性として育てられなくて男として育てられるということですごくね、まあ、なんとなくね、子供の時にトラウマになってきますよね。でそんなところがですね、あってですね、まあ、こう最終的にこう、ね、ネタを言うとちょっと面白くなくなっちゃうんで、こう、まあ、触りだけにしておきますけども、まあ、男性と女性というものがこうね、こちらのね、最後の場合も同じなんですけども、男と女がね、こう男性と女性というものがこう、まあ、一つの、ね、トリックになっていくということで、まあ、男性に化ける女性だったりね、女性に化ける男性だったりということがありますけど、まさにね、男性と女性というものがこう混同していくというような話ですよね。まあ、それがですね、犯罪のね、一つのトリックになっているということですね。まあ、こちらはですね、まあ、ウィリアム・キャッスルでですね、同じウィリアム・キャッスルの監督でですね、まあ、1959年にですね、地獄へ続く部屋という作品があるんですけども、まあ、こちらを書いたですね、ロブ・ホワイトというね、脚本家の脚本をですね、これ第三の犯罪でも同じね、ロブ・ホワイトが脚本を書いているということになります。ということで、まあ、この第三の犯罪、これ、どっかで聞いたような設定ですよね。まあ、ちょっと後でね、お話ししていきたいと思いますけども、まあ、こういう設定の話です。ということでですね、あと、まあ、最古が1960年であるということからするとですね、血を吸うカメラというね、イギリス映画ですね、こちらもありますよね。
こちらはですね、まあ、名前がチオスカメラということで、まあ、現代は、ね、ピーピングトムということで、覗きという、ね、話なんですけれども、これもですね、あの主人公がね、まあ、普通の、まあ、映像関係の仕事をしているわけですけれども、まあ、あの表はね、普通のこう、男なんですけども、裏の世界でね、こうカメラでね、要するにこう殺人シーンをこう撮影するということが、少しね、そういうことをやるという、まあ、一種の、ね、異常心理を持った主人公ということになりますよね。まあ、本当にカメラで覗きながらね、相手を殺していくというところがこう、やっぱりなんていうかな、最近でいうね、POV にも通じると言いますかね、そんなところがあるんではないかなということで、まあ、チオスカメラ、これ、当時は1960年ということからすると、最古が1960年ですね、まあ、同じ年なんですね、そこで何かとね、比較されるところがあるかなと思いますけど、まあ、最古というのはどちらかというと、こう、殺される側にね、視点がありますけど、この血を吸うカメラというのはむしろね、犯人側ですよね、こう殺人鬼側の視点で描かれているということで、まあ、例えばですね、まあ、この後の先で主人公といいますかね、要するに殺人鬼側から描いているものであるとね、例えばこうマニアックであるとかね、いろいろありますよね、まあ、そんな形で、まあ、血を吸うカメラというのはこう主人公の、ね、異常心理を描いていくという形の作品で、こう、まあ、当時はですね、なかなかね、この1960年でなんですけども、こう、あんまり評価もね、芳しくなかったということですけれども、まあ、今となってみればね、再評価がされているというような形でですね、まあ、今でもね、ホラー映画のね、ベストなんとかっていえば、こう、上位にね、来ることが、まあ、かなりね、常連的にこう上に来るような作品ということになりますよね。はい。ということでですね、このような異常心理があります。で、あと、まあ、ダリオ・アルジャントの作品からするとですね、4匹の灰ですよね。1971年の作品ですけど、これはミムジーファーマーとね、ミムジーファーマーが、まあ、女性のね、主役ですし、まあ、マイケル・ブランドンが、まあ、主演ですけれども、まあ、こちらのですね、犯人像ですよね。これ犯人像もダリオ・アルジェントの作品ですからね、まあ、言ってしまってもいいかと思いますけども、主人公のね、マイケル・ブランドンの奥さんね、ミムジーファーマーが演じてましたけど、ミムジーファーマーが犯人ですよね。まあ、これなぜですね、4匹の灰のミムジーファーマーが殺人を犯すことになったかというと、これはちょっと思い出すといけ、あれですけど、第三の犯罪の、これですよね。男の子が欲しかった父で育てられたということで、子供がね、まあ、要するにミムジーファーマーをですね、女性として、女の子として生まれたので、こう、虐げられてね、虐待をされて男として育てられたと、男の格好をされてね、させられてということになります。そこでですね、まあ、精神病院にも入ったりということで、ミムジーファーマーですね、父親に復讐してやろうというふうに考えたわけですね。で、復讐しようというふうに考えたんですけども、こう父親は死んでしまったということで、こう復讐する相手がいないということで、こう父親に似たね、夫ですよね、こうマイケル・ブランドンを探して結婚してですね、相手をいたぶろうと思った。ここすごく手が込んでますよね、ということになりますけど、この4匹の灰のですね、この幼児期のトラウマの設定ですよね、このね、要するに、取っ手つけたような話にはなってますよね、これね、最後のね、ラストシーンのところでこうペラペラとですね、ミムジーファーマー喋りますけども、父親は男の子を欲したけども、私が生まれてしまって、虐待されて男の格好をさせられたと。そしてですね、すごくね、復讐、トラウマになっていたと。そこでですね、父親に復讐しようと思ったという話ですよね。というところからするとですね、これ第三の犯罪のですね、この設定ですよね。こちらと非常に似てますよね。ということで、まあ、これが実際このダリオ・アルジェントのが引用したのかどうかというのはちょっと分かりませんよね。本人は言ってないので何とも言えませんけども、61年と71年ですか、約10年のギャップがあるということからするとですね、まあ、ダリオ・アルジェントはおそらくこれウィリアム・キャスの第三の犯罪を見ているとはちょっと推測されるんですよね。とするとですね、まあ、これとは言い切れないんでしょうけれども、少なくともですね、4匹の灰による犯人像というのはですね、まあ、この、異常心理スリラーの系譜ですよね、まあ、この中からですね、いろいろなところをこうピックアップしてですね、まあ、こういった4匹の灰の設定にも織り込んでいるということは当然ですね、まあ、考えられるということになりますよね。まあ、直接の引用というかですね、これをいわゆるこうこれを参考にしてこれを作ったかどうかは別にしてですね、少なくともこのね、父親というか男の子を欲しがった、父親にが子供が女性だったので、うんぬんという設定というのはですね、この第三の犯罪と4匹の灰というのは非常にこう似ている点というのは非常にあるということですよね。まあ、使い方としてはですね、第三の犯罪の方はこうかなりそこの設定をですね、大きく使ってますけど、4匹の灰はね、特にあんまりその設定というのは生きてないと言いますかね、こう説明だけのために作ったような形で、むしろですね、4匹の灰の方は、
個々のね殺人描写みたいなところをねうまく見せていこうというところの中の設定の一つとしてですね、まあなんつうかね申し訳というかこうな、なんかこういわゆるなんとかね理屈をつけるためだけに使ったような嫌いはないわけではないんですけどもね、まあこのような形であるということですね。まあ少なくとも言えるのはですね、どういうことかというと、この4匹のハエですね、これポンとね1907年にダリオ・アルジェントの、まあ、まあ完全なね創造物自分だけでね考えたものではなくてですね、まあ、こういった世の中の流れですよね、異常心理スリラーの流れの中でですね、ダリオ・アルジェントの作風というのは出てきてるということですね。当然マリオ・バーバーだったりいろんなものありますけども、まあ、全体的なね世界的な映画の流れからするとこの、まあ、初期ねダリオ・アルジェントの動物三部作であったりその後ですよね、特に男性と女性のねところと幼年期のトラウマですよね、そんなところをですね、まあ、根強く形成していくのがねこの辺の中のまあ、数々のですね、異常心理スリラーの流れというものが、まあ、ダリオ・アルジェントのね、フィルモグラフィーの初期の方の、特に初期の方のね、作品群にはこう根強くね、影響を与えてるんではないかなということが、まあ、言えるんではないかなということですよね。はい。ということでですね、まあ、今回はちょっと1960年代から特に70年代までのですね、異常心理スリラーというものをですね、ちょっと網羅的にお話をさせていただきましたけども、まあ、こんなような形でですね、いろんな映画をね、見ていくための参考にしていただければと思います。はい、ということで今回は、以上ということになります。